間記録なのか、こちらに軍配が上がりました。ただいまより日本のライト級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー、日本ライト級チャンピオン135パウンド石川所属ビッグ吉村、43代目日本ライト級チャンピオンビッグ吉村、本名はフレデリック・ロバーツ、石川ジム。青コーナー、日本ライト級1位、135パウンド壁入り宝石所属坂本千代幸。そして日本ライト級第1位に上り詰めております坂本千代幸、12戦全勝 10KO、 23歳です。ジャッジ浦谷信明、ジャッジは浦谷信明、そして手崎千代幸、レフリーレフリーは小森田健で行われます。ライト級での初防衛戦です。前回ジュニアウェルター級チャンピオンの時には2度防衛に成功した経験を持っておりますビッグ吉村です。そして坂本博之、まあ、最強のチャレンジャーと申していいと思います。12戦全勝です。注目注目大注目のビッグ吉村、ライト級初防衛戦になります。チャレンジャー坂本、そしてビッグ吉村です。染め分けのトランクスがチャンピオンのビッグ吉村です。身長が175センチ、一方身長170センチ、ホワイトとゴールドのトランクスがチャレンジャーの坂本博之です。さて八幡さん、はい、これは非常に興味深い試合になりそうですね。そうですね、吉村君の動きが、はい、どういうふうも十分でありますからね。それからクリンチをしますからね。クリンチはうまいですからね、この選手は。和島さん、はい、坂本博之のその強烈なパンチ力、どこで爆発するのか、あるいはリックが爆発させないのか注目なんですよ。そうですね、坂本君はね、吉村君の動きね、これは早いの知ってますから、はい、この動きにどのくらいこうついてくるか、パンチのスピードはもちろんですけども、この辺のスピードが大事なんです、今日はね。なるほどね。坂本君はかなりその自分の体のスピードに自信持ってるみたいですよ。はい、坂本博之、12勝、負けなし、10ノックアウト勝ち、ほとんどが左手から薬さんから掴んでるんですね。ただね、最近の坂本君ってうまくなりましたよ、ボクシングが。一時のあの荒々しい感じから少し強くなりましたね。左のジャンプをね、よく使うようになりましたね。はい、体の動きが良くなったんですよね。なるほどね。お互いにまだ第一ラウンド、相手の出方を伺っております。ビッグ吉村チャンピオン、いわゆるボックスカットというそうなんですが、独特のヘアスタイルです。吉村君に、ね、プレッシャーをかけておくためにもね、坂本君のああいう振りは一発二発必要ですよね。空振りでもあれは効果あり、あれはもう効果ありますよ。なるほど。チャンピオンのリック吉村はもちろん坂本はパンチ力はある、あのパンチ自体は怖いかもしれない、しかしスピードとテクニック、これはこっちが上ねと、こう話しておりました。逆に坂本の方はリックについて、スピード、テクニック、全ての面で出来上がったボクサーですねとリックについての印象を話しております。状態を作ります坂本、飛び込もうという体勢です。左2発はチャンピオンのリック、残りがほとんどなくなりました。注目の第1ラウンドです。左を3発突き出していきましたチャレンジャーの坂本、まだまだ大きな左、ここで
ラウンド終了です。このラウンドは3回戦、最前は第1ラウンド10対10と出ております。ビッグ吉村、石川純所属、1965年2月までアメリカ、ニューヨーク出身。赤コーナー、日本ライト級チャンピオンのビッグ吉村、28歳です。17戦して15勝2敗、15勝のうち9つノックアウト勝ちが含まれております。アメリカ、ニューヨーク州出身です。現在は横田基地に勤務しております。今日はその友人が70名ほどこのコロゲンホールに駆けつけております。一方、チャレンジャーの坂本博之はランキング第1位、23歳です。アマチュアの経験はありません。12戦全勝10KO、 そのうち9試合は3ラウンドまでに決着をつけております。ハードパンチャー、いわゆる超ハードパンチャーと申し上げていいと思います。坂本博之です。まだダウン経験がありません。ラウンド2、比較的静かな立ち上がりだった第1ラウンド、そして現在は第2ラウンドに入りました。大きな左は坂本博之です。左のリード、チャンピオンのリック吉村は前回9月に西澤誠チャンピオンからこのライト級のタイトルを奪ったんですが、その時はほとんどパンチをもらえませんでした。試合後のリック吉村のコメントは、そういえば左ジャブを一発もらったかもしれないと、そんな自信満々のコメントでした。最新の試合でこのタイトルを獲得したリック吉村です。八百田さん、はい、リックの方はまだ出方伺ってますか？それがいっぱいでしょう。いっぱい、左を使ってこうやって動いて、自分が危なくなればクリンチに、こういう戦法ですよね。ただ左のジャブが速いですからね、相手が出鼻にカウンターになっていくと面白いですね。今坂本がボディへ一つ左を決めました。そして左のフックです。小さなパンチ。田島さん、はい、チャレンジャーの坂本の方は妙に硬くなったりはしていませんよね。振り方見てると硬くなっているというよりも、やはり大きいのを一つ当てなきゃいけないんだと、当てなきゃいけないんだという気持ちは強いようですね。なるほどね。ですから小さくてもいいからどんどん当てていけばいいんですけどね。まあ、坂本の方はリックのペースにはまってはいけないというのは十分承知していますということだったんですが、一つパンチを当てて相手のペースを崩したいところですね。そうですね。チャンピオン、リック吉村、坂本の方はタイトル初チャレンジ。左バッターです。スピードがあります。リック吉村、チャレンジャーの坂本は12戦全勝というのがあるときは特に別に、まあこんな感じですかねという、答えで、我々もちょっと拍子抜けしてしまったんですが、きちんと練習していればそういう結果が出るんですねという本人の、まあ、自然に出た答えでありました。左をついた吉村、しかし坂本が距離を詰めています。ユートのコーナー付近です。坂本さん、はい、このチャレンジャーの坂本コーナーですがね、なかなかスタートは非常に自信を持ったいいスタートだということをセコンドに語ってますね。あ、そうですか。それからね、ジャブでね、やはりコーナーに追い詰めていくと、じわじわとプレッシャーを与えていけろ、はい、こういう大きな声が飛んでます。あ、そうですか。チャレンジャーコーナー、チャンピオンコーナーは今日は長澤アナウンサーがついております。非常に落ち着いている、上々の滑り出しというチャレンジャーサイド、坂本サイドに今コメントが入りました。距離を詰めます。坂本君はね、吉村君をロープに詰めたらね、やっぱり小さいパンチを打たなきゃダメなんですよね。小さいパンチ、大きくやってますよね。まあ、これまでは大きなパンチばかりが目立っていた坂本なんですが、このところの小さいパンチ、小さいパンチも出てきた、そんな感じがあります。ここで第2ラウンド終了です。このラウンドは八幡さんが考えた末、10対10という採点になりました。チャンピオンのリック吉村です。ジュニアウェルター級のチャンピオンになった時には2度タイトル防衛に成功しております。しかし3度目の防衛戦でスラフ・ヤノフスキーに敗れました。ライト級のタイトルを獲得してからは今日が初防衛戦です。坂本は左フックを打つときに若干左に傾いてから出てくると、そういった特徴があるので、あの左は分かるはずだと、こうビッグサイド石川会長などは話しておりました。指示を与えているのが石川啓一会長です。36年前に日本ライト級のチャンピオンについた石川会長です。指定年ライト級のチャンピオンについたわけです。場内が徐々にその応援ぶり、ボルテージが上がってまいりました。
田さん、まだどちらペースとは言えない展開ですよね。そうですね、どちらかというと吉村君でしょうね。あ、そうですか。やはりこうやって足使ってね、ジャブで止めといて、はい、相手が打ってくればクリンチで逃げてる、このジャブをね、どれがジャッジレフリーがどれ辺までね採点するんですよね。あ、なるほどね。できなくても、あるいは KO で勝たなくても、自分は勝つために練習をしてきたんだ、僕はジャスト踊っていきますと、こういうコメントでした。近藤さん、はい、3分コーナーですけれども、今会長にお話を伺っているんですが、前半はとにかく相手を疲れさせて、うちは後半勝負に仕掛けていくんだという話です。なるほど。そしてですね、あのセコンド陣よりも誰よりも大きな声で声援しているのは奥さんなんですよ。なるほど、ユキコ夫人ですね、はい、何も心配することはない、自分のファイトを、あなたはチャンピオンなのよ、そしてここはホームタウンなのよということを先ほどから大きな声で英語で声援しています。なるほど。4年前にユキコ夫人と結婚しましたリック吉村です。ほとんど毎試合リングサイドに駆けつけて、この夫への声援を送っているわけです。後ほどもし機会がありましたら、ユキコ夫人の姿も紹介したいと思います。なるほどね。川島さん、はい、坂本の方も攻めあぐねている、きっかけをつかみかねているわけですね。あのね、攻めようとしてます、攻めてますけどもね、こういうリックの吉村君のような選手にはね、少し変則気味にいってもいいんですよね。あ、変則気味に、もうサウスポーになるような感じで、相手をちょっとこうドリマにさせるような感じですね。それがないとなかなか捕まえられませんよね。坂本、おっと、大きな勝ち、左左が出た、坂本の左、リックは大きな制しています。坂本の左引く、リックが体を入れ替えた、リックの表情はかなり険しくなりました。大きな左引く、坂本博之です。5年行け、5年、坂本の大きな大きな左引く、リックは倒してかわしております。リックの表情は一段と険しくなりました。第3ラウンド、あっという間に時間が過ぎてしまいます。ここで第3ラウンドが終了しています。このラウンドも八幡さんの採点は差がついておりません。10対10と出ております。トラックといえばフト乗ってるかい、バスといえばフト乗ってるかい、三菱フトよろしく。アンビエンスファーストアルバム、12月16日音声。ホットサマークリスマス、夏がある、愛がある、裸で楽しむクリスマスがある。32度の室内海岸、ワイルドブルー横浜。浅井博美ニューアルバム Dear Friends。サンシャイン・トライアル FIM カップ93、世界のトップライダーが究極の技を競い合う、マユリ券好評発売中。詳しいお問い合わせはご覧のところまで。運命の糸に操られ、人は夢を生きる。義務人生。黒人さんっていうのはね、はい、自分のペースになったらものすごく強いんですよ、はい、ですからね、自分のペースにしないように、坂本君はここで2ラウンドで4ラウンドのスタミナを使っていくつもりでいかなきゃいけませんね。まあ自分のペースというので思い出したんですが、前回9月のタイトルチャレンジした時のリック吉村というのはチャンピオンの西澤に全く和島さんボクシングさせませんでしたからね。そうですね、もう完全にリックのペース、左のジャブがうまく決まりまして、自分のペースでもうあっという間に試合を決めてしまいました、リック吉村です。
黒人さんというのはね、こういう体をやらなくて手足も長いし、フレッシュを取るとものすごくリズム感があるんですね。そうですね。そこをガタンとやはりスタミナを少し独自しろよも頑張らなきゃいけませんね。あ、ここで飛んでいかなきゃいけませんね。そう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 、前に出ていきます、前に出ていきます。まあ、リック吉村は身長175センチですが、手を横にいっぱいに広げますと180センチあります。非常に手の長いリック吉村です。足を使います。軽快にリズムを取ろうとしておりますリック吉村です。近藤さん、はい、チャレンジャーコーナーですね、そのリックの足がどうにも邪魔だということなんですね。あ、なるほど。ですから動きを止めたいんですね、それで上はいらん、上はいらんからとにかくボディーだと、こういうテントなんですよね、アドバイスは。なるほど、リックのその邪魔になっている足を止めたいチャレンジャーサイドはボディー狙いの指示が出ているようです。近藤さん、はい、チャンピオンサイドもですね、先ほどからあのこのパンチ力を封じるためにボディー狙いという指示が出ているんですよ。そうですか。足とボディという指示です。はい、お互いにボディを重点的に攻めろという指示がセコンドから飛んでいるようです。しかし矢部田さん、はい、ボディを攻めるっていうのは勇気もいるし非常に難しいですよね。ですからね、今このコーナーニュートラルコーナーですね、こういうコーナーに詰めて体を出すことですよね。ここでね、追っていきます。大きい、ね、あ、和島さんからまず大きいという声が出ました。確かに今まではその時のフリックで相手を三発に沈めてまいりました坂本。左の国は絶対の自信を持っております。そして本人が言うには右もいいんですよという強気なコメントでした。さあリックです、リックです。小さなパンチ、まだ振り切りました坂本、追い込んでいます。右ストレート、右ストレート坂本。坂本のパッチ大きいですか。そうですね、大きいですけど、あのぐらいやっぱりいいんじゃないですか。ここで第4ラウンドが終了しました。このラウンドも矢田さんが少しお悩みになったようですが、10対10という採点が出ております。場内は一気吉村コール、そして坂本コールが交錯しております。の足は健在でしっかり使っています。リックがこれまでとは少し違った動きを見せました。チャレンジャーの坂本は今日の相手チャンピオンについて、今まで自分が戦った相手の中でもちろん最強の相手です、しかし自分のボクシングをすればチャンピオンが倒れてくれるはずです、こう話しておりました。こいこいという動きを見せております坂本。主にリック吉村チャンピオンのファンが足を踏み鳴らして応援しております。その踏み鳴らす音がコラテンホールにとどろいております。まだまだリック足を使っています。飛び込んでいきます坂本。しかし距離を取ったのはチャンピオンのリック吉村。坂本君ね、吉村君を追っていくのにね、ずっと片方で追っていくでしょ、鳥を追うように地蓋君を追っていくと、リックはなかなか動きが止まると思うんですけどね。まあ、よく鶏を追い込むようにという表現を聞きますね。そうですね、近づいたら軽く打つことですよね。力3分の1で打ってかなきゃいけないんですよね。はい、しかし、まあ、足の速い鶏といいますかね、チャンピオンですからね。なるほど。まだまだ坂本ですれば、まあ、意識の中では右ストレート。坂本少し浅かったが、これはリックが一瞬はじろぎました、はじろぎました。右ストレートは坂本、坂本チャンスか、坂本チャンスか。残りは1分があります。第5ラウンド、坂本が行きます。ボディを攻めています。一瞬ヒヤッとするシーンだったんですね。そうですね、この辺はねリックですね、フリンチで逃げたり上手いですよ。まあ、ロープを潰しながらもパンチを出してくるし、相手がくっついてくるとフリンチはうまくかわしていく、この辺りが、まあ、キャリアとうまさということになると思います。リック吉村
本がこう自分のペースに持っていきつつありますか。そうですね、吉村君の動きが少し止まりかけてきましたから、吉村君、坂本君はね、パンチを出すのにですね、やっぱり上下、上下、向こう、上下、下から上というふうに出さないことにはね、吉村君の長い位置が邪魔になりますよね。左のボディ、坂本です。長い位置でボディから外、ゴング、ゴングが鳴りました。第5ラウンド終了です。このラウンド初めて差がついております。10対9、青コーナーの坂本が取っています。先ほどのシーンだと、やっと左が当たりました。左が当たってふらついた。これは別の角度からの映像でしょうか。パッチが深すぎましたけどね。なるほどね。この後ね、すぐ打てばいいんですよね。その後のフォローがね。ね、どうしても一回見ますからね。はい、見て大振りになるんですよね。見ないで小さくてもいいからね。ステパンチでいいんですよ。出してからね、だいぶ違うんですからね。それと相手がね、クリッチに強度しますからね。それを振りほどいて打てば一番いいんですからね。さて、これから試合は第4ラウンドに入ります。後半です。第6ラウンドに入りました。第5ラウンド、坂本の左キックがキックの顔面を捉えています。少し坂本さん、ちょっと怖かったですね。でも坂本君は自信持ってきましたよ。坂本の動きに圧が出てまいりました。ボディ攻撃、坂本絶対的な自信をそのパンチ力には持っております。余裕が出てまいりましたか。取り引きの動きも通り姿を見せております。和島さん、はい、チャンピオンとしても相手のパンチを怖がっててもこれ仕方ないですからね。そうなんですよね。打ち終わったところをですね、坂本君が打ち終わったところをぐちぐちぐちと打てる、さっき打ちましたけどね、はい、ああいう位置にやられると坂本君が嫌ですよね。左の相手打ちです。八幡さん、はい、リックのチャンピオンの戦い方としてはこれからどういうふうに、ポイントを受けたらいいですかね。レギュラーの左のジャブですよね。ジャブから左のアッパー、右のアッパーね、下を向いてきますからね、一瞬早く左フック打たれる前にね、止められるはずなんですね。このタイプのスピードありますからね。はい、セコンドのシフトとしては1回から全く変わりはありません。自分のペースを守っていこうということだけです。自分のペース、はい、相手はそろそろこれから疲れてくるはずだという読みでしょう。これからがリックのペースだと読んでいます。相手が疲れてくることだというチャンピオンスピードの方ですけど、確かにチャレンジャーの坂本博之はこれまで戦った最長ラウンドは第6ラウンドまでです。この第6ラウンドまでは経験しているんですが、第7ラウンド以降というのはまだ彼が入った経験がありません。坂本君ね、強いに行くとね、吉村君パンチありますからね、そして強力も高いですからね。そうなんですよね。坂本君注意しなきゃダメですよね。チャンピオンのリック吉村は現在5連勝中です。左、坂本の左フック。チャンピオン勝負とすれば坂本のスタミナ切れ、試合は終盤にもつれ込むと、そこが勝負だという指示があったようです。残りがほとんどありません。試合は後半の第6ラウンドです。ここまでは坂本のペースになってきているような感じなんですが、ここで第6ラウンド終了しました。このラウンドは10対10差がついておりません。さて第7ラウンドです。坂本博之にとってはプロにデビューしてから初めて経験するラウンドになりました。本人はスタミナの方は心配ありませんとは言うんですが、
初めて経験する第7ラウンドです。右です、坂本。大分さん、はい、リックの足の動き、警戒さはどうですか？いや、いいですよ。それとね、自分のジャブで相手を捉えて、あるいは左のアッパーをね、顎に入れる。この戦の進行をずっと取ってますね。1回から変わらないですね。そのあたりが、これから、まあ、終盤あたりにかけて、こう過ごしてくるということなんでしょうかね。これがね、もう少しね、左のジャブが、まともに決まってるとね、はい、なかなか坂本君も出てこれないんですけどね、リッとしたら、おそらく坂本君のパンチ力をね、やはり警戒 してますからね。坂本君はね、クリックになったらね、リックの腕にぶら下がるようにするんですよ。そうするとリックはね、クリックするの嫌がるんですよね。上に体重をかけてしまうんですか？ぶら下がるんですよ。押したり引いたりしちゃダメなんですね。あ、なるほど。右バッターです。これはフィンコかけました。ジャスコンのリック。右サイドボディは使えない。チャレンジャーのサポートがプロデビューして、でしょう。あるいはリッキー吉村、ライト級2階級制覇して、このライト級での初防衛戦に成功するんでしょうか。捨てて入賞と打ちたいですね、坂本君はね。あ、なるほどね。まあ、自分の右足パンチ、左パンチ、左キック、それが今は空を切りました。ここで第7ラウンドが終了しています。このラウンドは10対9、チャンピオンのリック吉村が取っております。これは先ほど終盤の、まあ、リックの、あ、これ坂本が攻めているところですね。これね、必ずアッパーを打つんですよね、リックの方はね、はい、左でも右でも、坂本君が低くなってきますからね。岩田さんの採点のチャンピオンの、まあ、10対9というのは、この回はね、やはりあのジャブと、はい、あるいは左のアッパーですね。ああ、ユキコ夫人が今映りました。まあ、リック本人は非常に優しい女性なんだけれども、ボクシングについては厳しいんだと、こんなコメントを試合前にしてくれました。もうリック夫人の声はガラガラになっているかもしれません。声を枯らしての応援です。さあ、岩手さんの採点です。ここまではほぼ互角で来ております。試合は第8ラウンドに入りました。依然としてリックが警戒に足を使っています。チャンピオンのリック吉村です。和島さん、はい、リックとすればかなり坂本の幕の内というのはね、もう十分肌で感じているわけですけれども、ね、
吉村君はね、あの自分の小さく打つロープを背負って打つ小さいあのアッパーね、ちょこちょこバッと打つやつ、あれを主審あの審判がどのぐらい取ってくれるかなと少しは感じてんじゃないでしょうかね。なるほどね、あれちょっと考えたらね違うでしょ。あのあたりが、まあ3戦目無傷で日本ライト級の頂点まで上り詰めました。ご覧の表情は新チャンピオン44代目の日本ライト級チャンピオンの坂本博之です。スピードとテクニック、素晴らしい技術を持ったチャンピオンのリック吉村を下しました。下したのはその持ち味である強烈なパンチの左フックでした。リックを退けました新チャンピオンの坂本博之。リング上で今認定証を受け取りました。笑顔を見せた坂本です。新チャンピオンの坂本、場内の声援に応えます。まだ
その興奮の余韻が残っております。コラケンホールです。これは最後のシーンだと思います。あ、左引きが捉えています。完全にリクがのけ取りました。吉村君、随分頑張ってますね。すごいですね。でしたね。この頑張りも見事でしたね。素晴らしい、素晴らしい。チャンピオンの自覚ですよね。そして森田健レフリーが試合をストップしております。消費者庁といたしまして、イベントスポンサーの三菱自動車工業株式会社よりトロフィーと金一封が贈られております。インタビュアーは福井アナウンサーです。新チャンピオンの坂本選手です。お願いします。それではお待たせいたしました。ハードパンチがチャンピオンベルトをもぎ取りました新チャンピオン坂本選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやいや、8ラウンドに一気に、実はセコンド陣はね、そんなに倒すのを意識するなというアドバイスを与えてましたが、自分はどうでした？いや、そういうふうに言ってても、聞いたら、やっぱし、9ラウンド入って聞いたらね、行こうかなと思ってたから、だから案の定、左ジャブが遅かったから、あ、これ効いてるなと思ったから、行ったんですよ。前半はしかし、それにしてもやはり予想通りリックが足を使ってきましたね。いや、思ったより左がやっぱし伸びるから、ビデオで見たのとちょっと違いますね。さすがチャンピオンでした。はい。効いたパンチはいくつかありましたか？効いたパンチは別ないですけど、ジャブがやっぱし今までにない選手に持ってますよね。はい。いや、今チャンピオンベルトを締めた感触はどうでしょうか？案が重い、重いですね。はい。これでしかしプロデビューしてですね、13戦全勝無傷ですね。まあ自然とそうなってるわけですから、別に連勝連勝で行って消えてるわけじゃないけど。はい。ちょっとチャンピオンベルトを奪ったばかりで昨日早い質問ですが、これで4年越し無傷の連勝ですが、来年はどんな年にしたいですか？まあ、それはもうジムの会長さんたちにはスタッフたちに分かってますから、俺自身じゃ言えないし。はい。またまた飛躍する年を期待しております。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。新チャンピオン坂本選手でした。なかなか余裕のあるコメントでした。新チャンピオンの坂本選手です。あまり時間がない。